空き家をいかに減らしていく、空き家をしっかり活用していく、空き家を作らない。谷口修司の四日市向上委員会。皆さんこんにちは、四日市市議会議員の谷口修司です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。今日はですね、実は私議員になってからまあ本当によくね相談を受けるなっていうものの一つです、空き家問題。この年末年始もまあいろいろお宅を訪問したりだとか、まあ、あの地域の方が集まる場とかでね相談も受けることが多かった一つなんですけど、空き家問題皆さんどうでしょう。まあ、もしかしたらね直面している方もいらっしゃるかもしれませんし、まあ、中にはね空き家を活用したいんだよっていう人もねいらっしゃるんですよ。空き家どうしようか困っている方と空き家を使いたい方、こういう方がねうまくマッチングしていくといいんじゃないかなっていうのもねいろいろ思ってるんですが、この空き家問題っていうのはこれ多分ね四日市に限らずもう全国的にも大きく問題になっている一つかと思います。空き家がねしっかり管理されていないと、まあ、防犯上も良くないし、まあ、もしかしてね火災なんか起きたらこれ大変ですし、倒壊の問題であるとか、まあ、あとは草や木が生えてですねそれが隣接するお宅に入ってったりするとこれまた大変なことにもなりますので、まあこの空き家問題っていうのはねこう避けては通りやんなと思ってますし、もっともっと勉強しながら四日市で空き家対策何かいいことできないかなっていうのも考えているところであります。ということでね今日は空き家に困ったらどうしたらいいのか少しご紹介をしていけたらと思いますのでよろしくお願いいたします。その前にですね実は四日市で空き家どれぐらいあるのかなっていうのもねぜひ皆さんに現状知っていただきたいなと思っております。実は四日市にはこういった空き家の手引きっていうねパンフレット冊子を作っております。1ページ目には空き家の状況っていうことで記載がされております。平成30年の時の調査なのでまあ今から5年ぐらい前ですので少しちょっと前のデータにはなってしまうんですが、まあ、四日市住宅総数そもそも約15万戸っていうことになっております。四日市30万ちょっとの人口ですので、まあその半分近いね15万戸がね住宅総数としてあるってことなんです。その中で空き家これがなんと約 1.8 万戸ってことなんで、空き家が、まあ、現在あるんではないかと言われております。率にするとなんと 12.1%、 10件に1件以上は空き家ってことなんですよね。しっかりと取り組んでいかないともうこれからどんどん増えていきますので、行政ももちろんですけどぜひこれを聞いていただいた市民の皆さんにもちょっとね空き家の件はいろいろ考えていただけるとありがたいなと思っております。まあ空き家一概に言ってもですね空き家となる理由っていうのもね様々なんですよ。ここにも書いてあるようにまあ、転勤ってね家が引っ越しになったりであるとか、まあ、一人暮らしをしていた親が亡くなってしまって実家を相続することになった、まあ、もしくはですね一人暮らししていた高齢の親が、まあ、施設に入居することになった、そういったことでね様々こう空き家になっていく理由はあろうかと思います。空き家をね空き家にしていかない予防のポイントっていうのもね掲載がされております。空き家にしていかない、これね大事だと思うんですよね。現在のまずはね登記、これをねしっかり確認していこうっていうのも予防の一つになると考えられております。そして2つ目、生前に相続対策について話し合いましょうってことなんですね。そして3つ目は、まあ、専門家に相談しましょうってことでね、この3つが予防していくポイントにもなっておりますので、まあ、ぜひねこれは聞いていただいた方々もですねいかに空き家にしていかないか、まあ、そういったこともねぜひ考えていただけるとありがたいです。続いてはですねこの空き家を管理活用するポイント、これをねお伝えをしていけたらと思います。ここがね実は一番大事なんじゃないかなって私自身は思っております。行政の支援制度っていうのもありますので興味を持って聞いていただけるとありがたいなと思っております。空き家を活用管理していくポイント、まずはですね所有者自身で管理をしていく場合、さらには解体する場合、そして売却する場合、そして賃貸に出す場合、このね4つに分けて少しお伝えをしていけたらなと思っております。ではまず1つ目、所有者自身で空き家を管理していく場合なんですが、今は空き家だけども、まあ、いずれ親族の中で誰かが住むかなとかね、そういった思いもあってのことなんだと思います。所有者で管理していく場合いろいろとね気をつけていただきたいポイントもあります。というのもやはり所有者ご自身で管理をしていくとなると、まあ、こう毎日ね
近くで 見れる場所にあればいいんですけど、まあ、こうなかなか普段から見れない場所にね、空き家があるとなると、空き家が現状どうなっているのか、しっかり管理がされているのか、草や木が生えて周りに迷惑をかけていないのか、まあ、そういったところもね、一つ気になるかと思います。実はね、そういった方々のために、現在ですね、四日市ではなんとふるさと納税で空き家の管理っていうのがね、返礼品として一つ項目がございます。ですので、ちょっと家が遠くて遠いところに管理せざるを得ない空き家がある場合はですね、その都度その空き家に帰ってですね、草木の剪定をしたりだとか大変かと思いますので、ぜひね、この四日市のふるさと納税、この返礼品の一つである空き家の管理、まあ、こういったところもね、活用いただけるといいのではないかと思います。では2つ目、空き家を解体する場合、空き家解体するってね、簡単に言いますけど、実はね、この解体ってね、結構費用がかかるんですよね。解体については四日市の方で支援制度っていうのをね、しっかりと作っております。まあ、解体に関する支援制度っていうことで、木造住宅除却補助事業っていうのも一つありますし、まあ、あとは旧耐震空き家除却促進補助金、まあ、こういった補助金も用意しております。まあ、ですので、この少し多額になってしまう解体費用、条件が見合えばですね、四日市の方で補助金も用意しておりますので、空き家を解体しようと思った場合はですね、冊子もですね、活用していただきながら、解体に対する補助金っていうのも使っていただけるといいのではないかと思います。そして次、3つ目、空き家の売却、賃貸をする場合、将来にわたって、まあ、いつか使うかもしれないけど、今は使うことがないので、もし今の間だけでも誰か借りていただけるなら賃貸でも貸したいなとかですね、いや、まだまだこの空き家新しいので、まあ、できたら次新しい方に買って使っていただきたいなとかですね、売却賃貸を考えていらっしゃる方についてはまさにいい制度として、空き家空き地バンク制度っていうのがね、四日市でも作られております。まあ、これ実は私が議員になって一番最初の質問の時に、この空き家空き地バンク制度もっと充実していくべきだっていうことをね、伝えた覚えもあります。もうすでに10年近く運用されているんですが、まだまだちょっとね、やることあるんちゃうかなと思っている制度であるんですけども、空き地空き家バンク制度に関する支援制度っていうのをね、これももちろん四日市用意しております。空き家空き地バンクに登録奨励金っていうのもありますし、まあ、さらにはインスペクション補助金、まあ、こういったのもね、用意されておりますので、まあ、これは空き地空き家バンク制度に登録していただいた方にね、ぜひいい制度になっているかと思いますので、ご活用いただきたいなと思っております。はい、そうなんですね。こういったように、まあ、空き家の管理活用するポイントの中には、それぞれね、所有者の方で、まあ、管理していく場合、まあ、さらには解体する場合、まあ、賃貸売却する場合、いろいろとお考えがあろうかと思うんですが、それぞれに対してですね、四日市も支援制度っていうのを持っておりますので、空き家困ったら、まずはね、この空き家の手引きっていうのをですね、目を通していただけるとありがたいなと思っております。今回ですね、この動画の概要欄にもこの空き家の手引きのね、ホームページに貼っておきますので、一度目を通していただけるとありがたいなと思っております。現在10軒に1軒以上ね、空き家があるってことなんで、私以前動画で将来的には3軒に1軒が空き家になるぞ、気をつけようぜっていうのもね、この動画でお伝えしたことがあります。この空き家にしない、空き家にしないように頑張る、まあ、さらには空き家になったとしても新たな活用方法を見つけていく、こういったことも大事かと思いますので、まあ、ぜひこれは行政もしっかりと制度設計をしながらですね、努めていくんですが、これを聞いていただいているお一人お一人の方にもね、ぜひ空き家にしないところもですね、頭に置いていただけるとありがたいなと思っております。さらにですね、実は今言った活用のポイント以外にもですね、四日市では各種支援制度っていうのもね、作っております。まあ、一つがですね、子育て若年夫婦世帯への住み替え支援補助金、まあ、こういったのもありますし、まあ、さらには空き家のね、発生を抑制するためのまあ、特例措置っていうね、まあ、様々な、制度もあります。こういったね、様々な支援制度っていうのも知っていないと損することにもなりますので、まあ、ぜひね、この支援制度目を通していただいて、もし該当すればですね、もういち早く活用していただけるといいのではないかと思います。今日はですね、この空き家の手引き、これをね、一つ使ってお伝えをさせていただきました。まあ、多分ですね、これ四日市に限らず多くの市町で
この空き家に対する問題意識っていうのは高く持ってまして、さまざま支援制度っていうのを設けているかと思いますので、今一度皆さんの住んでいるこの空き家対策どうなっているのかチェックをしていただけるといいのではないかと思います。もしかしたらですよ、その中に掘り出し物の補助金であるとか支援制度あるかもしれませんので、ぜひねそういった支援制度は活用いただいて、空き家をいかに減らしていく、空き家をしっかり活用していく、空き家を作らない、こういったところにね皆さんも一緒になって取り組みを進めていただけるとありがたいなと思っております。ということで本日の動画はこれまでとなります。ありがとうございました。